はい、どうもこんにちは、ともぴこです。いつもご視聴ありがとうございます。僕は普段カレーの具材に鶏肉、あとまあたまに牛肉を使うことが多くて、ただ豚肉にどうもね苦手意識がありまして、特有の臭み、割と避けて通ってきた具材ではあるんですが、その苦手意識を払拭したいっていう気持ちと、まあ、その上でさらに美味しいカレーに仕上げていけたらいいなということで挑戦していきたいなと思います。というわけで本日作るカレーはこちら。まずは下準備。生姜をすりおろして豚肩ロースのブロック肉を大きめにカットします。ガチッと食べ応えのあるサイズにしたいですね。豚肉と生姜を合わせたら塩、クミンパウダー、ターメリックを加えてよく混ぜ混ぜ、1、2時間置いておきましょう。いろいろスパイスを使ってますが、注目はスターアニス、八角ですね。中華料理とか、あとは豚の角煮なんかにも使われるやつ。好みの分かれる香りだと思うけど、奥行きを持たせる意味で個人的に今回マストスパイスです。玉ねぎは薄切りにしたものを炒めます。基本的には強めの中火で放置気味に火を通していって、時々焦げないようにかき混ぜてあげる感じ。今回炒め加減は若干控えめにとどめてみました。水で溶いた生姜とニンニクを加えて炒めます。油跳ねに気をつけて。僕はあんまりトマトの酸味や甘みが前に出てくるカレーが得意じゃないので、例えばスパイスカレーのレシピ本なんかに書かれているトマトの使用量と比べてもだいぶ控えめだと思うんですね。まあしっかり水分を飛ばしてっていうのはもちろんなんですけど、量が多いとやっぱりトマト感が強く出ちゃうんで、その辺は好みですかね。また今度トマトをがっつり使ったカレーも作って自分の中で革命を起こしたいって気持ちもありますけどね。ヨーグルトも酸味というよりはコクをプラスする役割で、あんまり入れるとヨーグルトカレーになりかねないので今回は控えめに。このパウダースパイスを入れてカレーを作ってるんだっていう感じが一気にアップする瞬間、すごく好きですね。玉ねぎとかトマトを炒めてる時はなんかこう黙々と地ならしをしてる感じというかね、地味な時間帯なので嫌いではないんだけど、パウダースパイスに火が通ってスパイスカレーの香りがふんわりし始めるときたきたって感じになりますね。豚肉を加えて表面に軽く焼き目がつく程度に炒めます。このボリュームのお肉がねたまらんやつです。最初に臭みの話はしたけど、そもそも豚肉料理は大好きなので、国産のいいお肉を適切に調理すれば美味しくできるはず。具材がひたひたになるくらいにお湯を注ぎます。煮立ったら醤油、みりん、ベイリーフを入れて弱火でしばらく煮込んでいきます。少し蓋をします。ココナッツミルクを加えてもう少し煮込みます。今回のカレーは結構コク重視ですね。
いい具合にとろっとしてきたら、仕上げにガラムマサラをパラリ。さっとかき混ぜて、カレーの出来上がりです。盛り付けていきましょう。豚肉のしっかりした食感、凝縮された旨味がスパイスと相まって期待以上に美味しい最高のカレーに仕上がりました。臭みどころか豚肉のいいところしか出ていない。噛みしめるたびに笑顔になっちゃう美味しさです。辛さは少し抑え気味でマイルドだけど、複雑なスパイス感を堪能できる、いろんな人に食べてほしい一皿になりました。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。